1月8日スタートのフジテレビ系新月9ドラマ、君が心をくれたからの主演を務める女優の永野芽郁、永野芽郁24。放送に先駆け、モデルプレスのインタビューでは、初の月9主演への思いや共演の山田裕貴との撮影中に起きた、予期せぬ出来事について語ってもらった。取材は2023年12月下旬に実施。前編、永野芽郁主演、君が心をくれたから、今作は、主人公、大原宇が、かつて心を通わせた男性、長屋太陽、山田、のために自分の、心、を差し出す宿命を背負うことから始まる、過酷な奇跡、が引き起こすファンタジーラブストーリー。バル、永野演じる雨は、過去のある経験から、自分に自信を持てずにいる女性という役どころだ。永野芽郁、雨役は、苦しくなる瞬間が多い。まずは出演が決まった時の心境を教えてください。永野、純粋に嬉しかったという気持ちと同時に、作品の内容としてすごく難しい部分もあり、演じていながらきっと苦しくなる瞬間が多いだろうなと感じたので、大丈夫かな、という不安もありました。でも共演の山田裕貴さんもいらっしゃるので、この冬を一緒に乗り切れたらいいなと思いました。苦しくなる瞬間、とは雨役として、永野、客観的に読むときと雨ちゃんとして読むときで感じ方は違うのですが、どちらも共通して苦しいと思うのは、相手のことを思って取った言動が相手にとっては苦しいことでもあるということ。それを見たり感じたりしていると、なんでこんなにも報われないんだろう、と思う場面がすごく多いです。雨ちゃんとして読んでいると、さらに心苦しくなって、これで正しいのかどうか不安に思うこともあり、見ていて胸がギュッとなるシーンは多いと思います。永野さんは雨をどういう女の子だと思って演じていますか？永野、すごく強い子だと思います。雨ちゃんは自分のことを無下に扱って、自分に全く自信を持っていませんが、自分の大切な人のために心を捧げることは簡単なことではないですし、私だったら無理だなと思うので、実は内側はすごく強い子だと感じます。殻に閉じこもって一人で過ごしていますが、一人で過ごせる人はやっぱり強いですし、傷つきながらも、傷ついた分強くなって生きてきたんだと思います。バル、永野芽郁、初の月9主演への思い、月9の印象について、ドラマの中でも特別な枠だと思っていた、と話されていましたが、オファーを受けるにあたりプレッシャーはありませんでしたか。永野、月9だから、というよりも、素敵な脚本とチームがあるからこそ、この作品の魅力を自分が一番に伝えないといけない、という思いは現場に入って一層強くなりました。そういう意味では、その責任を果たすことができるのか、と良いプレッシャーを自分にかけ続けているので、この作品に挑戦したことは、きっと今の私にとってとても良い選択だったと思います。撮影している間に成長を感じる瞬間はありますか？永野、自分が成長したことに気づけるのは、また時間が経ってからだと思うのですが、作品に入って実際に自分が撮っていながら、この作品本当に良いよね、とキャストやスタッフの方と話し合えている時間がすごく幸せなんです。みんながそう思いながら一つのものを作れるというのは、あるようでなかなかないことでもあると思うので、とても貴重な時間を過ごしています。バル、永野芽郁、山田裕貴との共演で、予想外の涙、山田さんとは、箱詰め戦う。交番女子、日本テレビ系、2021年以来の共演になると思いますが、その時の印象から変化したことはありますか？永野、山田さんとは、2年間でお互い変わったことはないよね、と話していますが、それぞれが2年間の間にいろいろな経験をしているので周りの人から見たら、良い意味で変わっている部分はあるのかもしれません。近くにいる分、お互いにはあまりその変化に気づけていませんが、それがお芝居で出ていたらいいなと思っています。クランクインしてから現段階まで、山田さんの新たな発見はありましたか？
だがの、アメちゃんと太陽くんをお互いが演じている中で、まさか涙すると思っていなかったシーンで、心を通わせすぎたあまり二人して涙をしてしまうことが多々ありました。いつもだったら二人ともケラケラしているのに、お芝居をしている中で、相手の声の震えを感じたり、きっと今自分のことを思ってこうやって言ってくれているんだろうな、と感じ取ったりして、私はアメちゃんとして、山田さんは太陽くんとして受け止めています。お互いに対しての感度がすごく高い状態で撮影できているので、みんなが予期せぬことが起こることがあり、すごくやりがいがあって面白いです。また撮影が終わった後に、山田さんと、頑張ったね、と言って、ハイタッチや肩をトントンし合うことがルーティーンになっています。前回ご一緒した時と役の関係性が全然違うのもありますが、新たなコミュニケーションの取り方だなと感じました。山田さんの他にも豪華なキャストが揃っていますが、お話ししたことや撮影の裏話はありますか？だがの、今回初めて共演させていただく案内人役の松本若菜さんと、撮影合間に食のことや休日の過ごし方などプライベートのお話をしています。ただ、案内人として過ごしているときは、どちらかというと笑顔も少なくて異世界の人の雰囲気があるので、その切り替えのギャップが面白くて、ギャップすごいですね、と言いながら楽しく過ごしています。斉藤匠さんも加え、お二人が異世界の役柄なのですが、スカットがかかるとすごく現実的なお話をされていて、プロだな、と思いつつ面白くてつい観察してしまいます。わら。